はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今日はなんとこれから女の子と飲みに行きます。で、一応ですね、名前とかは全くわからないです。名前は全くわからないんですけれども、写真だけは担当の人から送ってもらったので、これから待ち合わせの場所にですね、行きたいと思います。かなりワクワクしてます。そもそもリア充代行サービスとは何なのか。明るく毎日を楽しんでいる人だと思われたい。周囲からおとなしい人に見られている。好きな人から社交的な人だと思われたい。 Facebook にいろんなところに行ってる写真を載せて関心を持ってもらいたい、などご希望の場所で代行スタッフと一緒にお写真を撮ることができます。性別、年齢、容姿など無料でご希望を受けたまわっております。自分と似た雰囲気、近い年齢の人が良い、おしゃれや流行に敏感そうな人がいい、可愛い人、かっこいい人など、ご依頼主様と一緒に有意義な時間を過ごしていただけるよう、どのようなスタッフがご希望かお教えください。また事前にスタッフの写真をお見せいたしますので、そこでご判断いただけます。無料で SNS 用の写真を一緒に撮り放題。SNS にアップするための写真は何枚でも無料で撮り放題です。大人数の場合は各スタッフ同士も取り合ったりして、いろいろな場面の写真を撮影し、後ほどスタッフが撮影したデータをお渡しすることも無料で可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。細かい演出も可能です。クラッカーを弊社でまとめて代理購入し、お客様にはサプライズという設定でスタッフ全員で一斉にお客様を祝福、イケメン男性に囲まれて、またはモデルのような女性に囲まれてなど、ハーレムに見えるような演出なども無料で可能ですというような夢のようなサービスですね。今回はこちらを利用してきました。そして、今回お越しいただいた方はこちらの方になります。で、俺がね、スタッフさんにお伝えした希望は、もうとにかく可愛い子でお願いしますと、お伝えした結果、もうマジで超可愛いでしょう。超可愛い子がね、来てくれましたので、まあ、今回はね、この子と一緒に楽しく飲んでいきたいと思います。スーパーフライ、はい、俺は滑走レンジでいきますので、なんとみかんいや、超読みたいです。三上さんで、三上さんぐらいです。何とお呼びしたらいいですか。あ、赤木です。赤木さん、はい、はい、すみません、男らしい、はい、じゃあちょっと乾杯からいきます。はい、ありがとうございます。はい、乾杯。よろしくお願いします。すいません、乾杯しましたという写真を一つ、はい、グラスだけちょっと持ってもらって、はい、こっちから撮っちゃいます。いいですか、撮ってもらって。いやー、さすがですね。いい笑顔ですね。船橋の方で12月の土曜日のところにまた復活パーティー行くんだけど、はい、そこがダメだったらもうちょっと、ただいいや。要は復活から、なんだっけ、リア充代行に移行しようと思って。もやしみたいな感じなんで、食べるから。あります。リア充代行のね、サイトの方で見たけど、リア充代行は一応指名もできる。そうですね、できます。あと、なんか、まあ、希望だったらどういう顔の子がいいですかみたいな。だって俺それ言ったよ。もう可愛ければ可愛いほど、YouTube の動画見るんで、可愛ければ可愛いほどいいんでお願いします。それは聞いてなかった。わらみたいな感じで。それは聞いてなかった。送ったら、だからあれ多分担当さんの一押しですよ。担当さん一押しのあかりさんです。私がなんかたまに見るのは、怖いゲームとかやってるの。あ、ホラー。俺もホラーやるんだけど、ちょっと怖すぎてね。本当に。ホラーなんて絶対自分でやらないから、やってらっしゃる人を見るのは、なんかね。自分で見たらうるせえと思う、叫んだところとか。ホラーは何をやったんですか。どういう感じのホラーやったんですか。バイオハザードの一番新しいやつとか、あと VR のホラーみたいなのがあって。お、あ、ありますよね。それやったらもうマジウサか。そう、なんかその VR のなんか病院の中を歩く
インテージャーかな。あ、それやった。そうだ、首長い子が好きみたいかな。エレベーター乗ったりとか。今回は、最初だから、まあ、とりあえずなんか食べながらがいいかなと思ってたんですけど、ちょっと見ててさ、ディズニー大統みたいなのもあったじゃないですか。あるんですよ。そうするとさ、変なのにディズニーだと1日じゃん、はい、どんだけかかるんだみたいな。そうかかるし、なんかこの間も外国人とか通訳もね、なんかちょっと通訳もできてディズニー行ける人がいるっていう話があって、その本当は通訳の会社にそれをなんか申し込み高いらしいんですよ。でもなんかうちだったら別にその通訳代は別にかかんないんですけど、ね、英語話せる人をディズニーつけばいいだけだから安くつくみたいな感じで、本当使い方が様々な代行はメニューになくてもこんなこと助けてほしいんですけどっていうのは、なんか犯罪じゃなければ OK みたいな状況であったり、というわけで、じゃあすみません、今日はどうもありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。まあ、またもしかしたら指名するかもしれないんで、はい、その時は、はい、よろしくお願いします。期待しておきます。じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。